相手のディフェンスはアウトアウト斉藤高美キックアウト下のウィングからのスリーこれ止まらない石田優太郎さあこれでドルウィンズが決めてオフィシャルタイムアウトだと大きいですね斉藤高美からロバート・フランクスのスリーだこれはでかいアナルビルスジュニア飛び込んできましたここは名古屋が奪います斉藤高美この下ピックアンドロールの魔術師自分で行ったロバート・フランクスここでタイムアウト小野寺ヘッドコーチ北海道ですラモスが握って狙っていました斉藤レイパークスジュニアはどうでしょう来ましたこちらも来ましたポイント差を広げるチャンス名古屋斉藤匠津田雄太郎のスリー3本目来ました3分の3須田雄太郎そして斉藤とつなぎますしつこくついているのが島谷菊池真奈が空いたワイドオープンのスリー来ました流れるようなパス回してスリーポイントつなぎましたリバウンドもう一度斉藤匠フェイクを入れた菊池真奈と2本連続来ました51ポイントに乗せました名古屋ダイヤモンドドルフィンズここもしっかり見てますよねそうですね、はい、で当たってる選手にしっかりパス出してますから、これで2本連続ですからね斉藤左のコーナーに振ってレイパークスジュニアの3ここをことごとく決めてみせますさあもう時間がほとんどありません第1クォーター20秒少々ここです、ね、中とミスマッチをやはりついてきました、はい、さらには佐藤選手も入っています佐藤選手がこれが名古屋では初めてのゲーム出場ということになりましたが背番号14番うまいですね決めてきましたロバート・フランクス完全にデザインされたプレーを中継遂行して、はい中東かかりますね、あーっと中そしてスミスに合わせるここはうまい連携になりましたうまかったですね腐乳が下がりました、まあ、ここら辺で名古屋スリーポイント1本欲しいですねスミスにハイローで入れるダブルチームでいったしかしスミスがそれを打ち破りました変則気味が 3-2 のゾーンですね広島ここもゾーンですスミスがピックフランクスがもらうフランクスジャンプシュート来たこの辺のシュートが止まりません斉藤からさあスミス、スミス、スミスエンドワンです ですね、名古屋少し早い展開を持っていってますね斉藤からソレスのスリーは決まったそうですね、このスリーポイントを広島はやらせたくないですよねファーリーになりましたツーショット、うん、パスを回してその佐藤拓磨のフォアスリーですファーストキャッチファーストショット宇都宮の方は今ボールを持っているのがニュービルそしてコーナーに取った斉藤ですそしてフランスかなり遠いところから飛んでいきました中でも今日は早速しっかりとシュートは決めてきてはいますその佐藤拓磨オフボールで動き出しソアレスエルボーから最高狭いところ入っていきます外に渡したワイドオープンレイパークスジュニアー前が空いたディッシュパスソアレス最高の見事なアシストのシュートが決まって22対24フランクス決めていきますシュートショットです涙とおっと3オーバーになる2対1最後はフランクスレイアップ決めていきます名古屋としてはワンポジションまで行ったんですけどもねそうですね、最後匠からスミスその記録をまた一つ進めることができるかリバウンド中東が抑えます斉藤匠からのパスソウルス決めていくこれで76対65残り時間が10秒切りますインサイドここはソウルス昨日の試合チーム全体ではフリースロー12分の9 75%名古屋は8分の8 100% 決めていきましたがソアレスのスリーポイント
斉藤匠コーナーから須田が決めてきました。得意のスリーポイントです。選手同士の接触がありましたがファウルはありません。さあ前が空いた須田最初走っています。斉藤匠からインサイドフランクス、ここはツーショット決めてきました。長崎はこれを攻略できるか、決まった、入っていく中で通らない、3回目成功、そしてそのまま速い攻撃に転じていきました。もう馬場選手のスリー入り始めるともうドライブもありますからね、止められないですね。あそこに馬場がいるかいないかで大きな得点となったという長崎ですが、フランクスのインサイドプレー、パークスジュニアの前が少し空いていますが、ここは守っています。森川がました。さあここからこのショット、さあ反撃の調子が上がるか、佐藤のスリーポイント。こんなに点を取る激しい試合って B リーグで起こるんですね。なかなか決めないんだ。いやこの時間も長崎の激しいディフェンスが効いているが、フランクス斉藤のスリーが勝つのか、馬場の得点が勝つのかという、今度は中入っていって大事だ、狙ってくる、これも来る、すごい試合だ。後半の残りの回数です。そしてこちらは斉藤匠のプレーをご覧いただきます。さあそしてイカスジュニア、大阪は今のタイミングではもう手がつけられない感じなんですかね。そうですね、なかなかこうシュートまではいけてるんですけれども、はい、カウントパス、名古屋の得点シーンですが、ここからかわしていやいや外に広げるのかと思いきやこれですもんね。ただそのファールは逆にプレッシャーになるようなところがあるんですけれども、大阪はあまりファールをするような積極的にディフェンスをするようなチームではない中でファールが増えるというのは少し、はい、坂本に渡せる。名古屋がいいディフェンスの流れを作ることができた。さあこれをオフェンスに活かせるかどうかというところ、スリーを狙ってきた。あ、これは流れができそうな雰囲気が、そのあたりの危険というのも高いですね。はい、木下ファール4つです。レイパークスドライブに行く、ファールゲームに相変わらずスティールを狙うような技に見えますね、はい、さあこれで11対9インサイドフランクスエンドワン、周りを見ていきますがフランクス逆サイドにボールを振っていく、エクストラからシュート決めていきます佐藤です。はい、ここ2本目ですね。斉藤ちょっとクロックがなくなってくるインサイド、中東ここはうまいムーブでかわしていきました。はい、まあ、ディフェンスローテーション動いていく中でどこを使っていくか、斉藤佐藤を使ってきました。ただここはシュートモーション中のファール、このシュートが入らない。そして斉藤から速い攻めになりました、はい、佐藤、いや斉藤選手いいですよ。スポーツ問題カールなのでポゼッションがそのまま名古屋というところでスタートします。いやこれ狙ってましたね。スミスインサイドエンドワン、2桁の点差があると、落ち着いてゲームメイクができますよね。エサトンにボールを入れる、落ち着いています。シュートまではいってるんですが、まあ、茨城としてもなかなかいい形では打たせてもらえませんね。はい、エサトンだ。後半2つ目のタイムアウト茨城です。これ斉藤選手からはもうリングだよっていうようなそんなメッセージ、はい、込められたようなパスですよね。これにしっかり対応していきましたエサトン。エサトンがここからですね。エサトンがピック、中東決めてきた、ディープスリー。ただシュートセレクションとしては非常にいいのを作りましたね、はい、そうですね、シュートして作ったシュートでしょう。
このシュートはどうか。斉藤一旦戻してスミス、もう一度斉藤を使う中、佐藤が合わせていきました。斉藤がボールをエサトンですが、ニカも奪いにかかりますが、なんとかファウルドロー。ショットクロック非常に時間がない中だったんです。そこは一つチームの強さの一つですね、はい、さあ佐藤です。トップの位置から斉藤に戻します。もう一度佐藤でペイントにアタック、ファウルドローになりました。させていない島根です。津田のスリーがここで1本来るか。来ました、来ましたね。早いですね。2本目のスリーポイント、こちらもすぐにスリーポイント放ってくる。打ち合いになっています。一気にボールをつないでいる。ペイントエリアにアタックして、斉藤しっかりリズムよくボールを回している。スリーが来た、来ましたね。斉藤選手素晴らしい。いや、この速いボールムーブメント、そしてコーナーからのスリーポイント、ね、名古屋な斉藤が行く、パスだ、スリーポイント来ました。来ましたね。斉藤選手次はフランクス、エサトン、そして斉藤にボールが戻ってきました。これはエサトンとのしっかりコンビを使ってきて、中にアタックを仕掛けていきました。やはりリバウンドは鍵になります。さあボールを奪いました、名古屋が奪った。あ、素晴らしいディフェンスでしたね。エサトンが叩き込む、少しマーティン選手が出ました、はい、千葉のチームファウルは2つです。斉藤、佐藤拓磨のスリースリー入りますね。菊島などスポットエサトン、斉藤匠、うん、ロバート・フランクス、どうだ、ようやく来ました。どん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 中に入っていく富樫選手の判断というのは素晴らしいと思います。エサトンに通した斉藤さん、エサトンホットライン完成。できればまだまだ試合は分からないと思います、はい、斉藤匠スペース見つけてバウンスパスからエサトンです。金近がついています。引き出てきてロバートフランクスのスリーラン。さあ斉藤どうだ、中の中に出すのを使いました。バックショット、トガシがコントロールをします。高い位置にジョン・ムーニー、アイラン、ブラウンを入れていますがオーバー。斉藤拓海走ります。ロバートフランクストップからのスリー、さあトガシから大倉のスリー、ここは早い展開、エサトンに通った、通った、エサトン、ファウルとなったフリースロー2本。ラインを見ながら斉藤、もう一度ロバート・フランクス、どうだ、斉藤匠がスピードアップ、エサトンにアシスト。斉藤匠の今日3、4本、下がりながら壁があるぞ、カットインした佐藤拓磨、これもファウルがありました。さあそして5対4になる。名古屋、斉藤、斉藤中に入ってスミスに渡してシュートファール。今日の注目選手同士のマッチアップ、スミスのピック、斉藤から中に見えている、中東斉藤、あ、よく見えてますよね。このもうチームファール4つです。斉藤の君、エサトに合わせる、ファールの笛はディフェンス、ディフェンスのファールです。レイパークスから斉藤に行って、またレイパークスに戻ってスリーを放つが、これが決まる。名古屋はスリーが止まりませんね。ちょっと名古屋としては今はもったいない展開でした。はい、その前のターンオーバーですからね。はい、そうですね。さあ、ルシアス・スミス、バスケットカウント。斉藤に戻す。斉藤、外に広げて、フランクス、決める。これで2つ目。さあ斉藤パスが通って決め、見事です。名古屋ボールに変わります。さあエサト、おっと、アジサリー、さあどう
を仕掛けてくるか、斉藤からエサトンに行って、エサトンかわして、そこからツーポイント斉藤、佐藤スリー決めたい、いいな、いやもうこれ、これで気分取り戻しますね、はい、さあ、名古屋ボールからの再開、同点の展開ですけども、これは決めてきました、ジョシュア・スミス、さあ、コディから、おっと、よく取りました、さあ、フランス、これはどうだ、フランス、フランス、佐藤に斉藤、どうする、ここはジョシュア・スミス。ここ前ですね、はい、斉藤に渡します、フランクス、フランクスの1本目成功です、今日はなかなか入らないですね、それがもしかしたらこの疲労という部分もあるかもしれませんが、あ、通った、佐藤が決めました、いや素晴らしい判断でした、浜田と琉球がタイムアウトを取りました、今のシーンです、ここですね、はい、インサイドの選手が2人とも、なかなか琉球の得点が来ません、あっとここ走っていった、こういったカットも効果的です、はい、斉藤選手のチームは名古屋、斉藤からエサトンの3、さちょっとレイパークスジュニアも倒れていますが、スミスに入って、おお、になった松脇、最高バンパス、エサトン、これも美しい、ダーラム、ダーラム体を出て、おお、今度はフランクスが持ち上がってそのまま中へ、ゴールサーパスを通してシュート決めていきました、ちょっとグリーンにしてしまったでしょうか、中東から最後まで、ただオフェンスの構成としては良かったですね、ガドア選手のところにディフェンスをうまく集めました、あ、これ背後背中からパスを通していきました、斉藤からエサも、ガドア選手のフットワークを攻めるという意味でもここのピックアンドロール、右側にとっては脅威だと思いますね、結局この斉藤のスティールから始まってこの後の、ね、パスご覧いただきましょう、これで す, です、ね、今のはマッチアップしたのはオーガスト選手でしたけれども、はい、まあ、斉藤選手のスキルがものすごく高い素晴らしいパスですね、結局あのパスって、まあ、ホームは三河ではありますけども、赤いドルフィンズファミリーも大勢今日は岡崎に駆けつけています、前節の琉球戦も最後のブーイングがすごくて、斉藤がここはゲームをコントロール、フランクス速いテンポでスリーを打っていった、じゃあ2ポイントか、ここはフローターシュートはリングに当たりませんでした、もう一度というところ、あ、ボールにここはレイマンの手が入ります、須田のスリーポイント、また来るか、ハイポストから打ってくる、リポーター目も積極的に外から打ってくるという名古屋です、さあそして佐藤だ、来た、今日これで佐藤拓磨3本目、斉藤、ここもまたピックアンドロールの形、エサトンが入っていきます、あの辺りがどうしてもそのポジションゾーンの間のところっていうのが急所になりますので、うまく見極めてたと思います、一つ飛ばして須田のスリー、中東左のコーナーに振る、この合わせ、そしてエンドアンダー、シュート能力、得点能力が素晴らしいので反応せざるを得ない、エサトン選手のカットも素晴らしい、ちょっと止めようかな、はい、ここでまたターンオーバーを、名古屋のターンオーバーを誘うことができれば、ここもターンオーバーになりそうになる、ただ空いていたフランクス、ここが一つの大きなポイントになってますね、そしてファールをもらいましたが、ここはただここもスリーポイント打たせなかったですね、素晴らしいディフェンスでした、あ、ここも斉藤が早くボールを運んでいく、ゴール下フリーになっている須田、両チームともにいいピーバー、ここはターンオーバーに、このパターンになりたくないんですよね、斉藤中通した、中東
前から当たりに行きます名古屋です。なんとかブロンドボタンこれを落ちる、ね、エザトンフランクス、フランクス自分で行きました。いやここの斉藤選手と小林選手のマッチアップも面白いですね、はい、ただ斉藤が勝ってエザトンに当てます。いいコインプレーですね。ここは中東とゲル、トド斉藤から完全にエサトンがフリーになりました。レイパークスのスリー、ここはミスになりました。かけられて佐藤拓磨、斉藤拓海外に出てきて須田雄太郎、今日は得点がないぞ、アタックしていった須田、ようやく今日初得点。仙台はもうファールがペナルティに入りました。斉藤拓海からエサトンのカットイン、まあ、逆に名古屋はこのポゼッションで決めたいところでブレックスだ。エサトンのラン、エサトンが決め切ります。ここも決めています。3点差、3点差、そして入れます。エサトンに通りました。これで9点、4点差。阿部が3打ちましたが名古屋が勝利ということになりました。ここで阿部と須田雄太郎です。斉藤が出てきます。ただここ阿部がつきました。ちょっと斉藤は相手はブランクスのカットライン、渡辺立ち上がり、いいこのリバウンドは斉藤です。エサトンがトランジション、ただインサイド囲まれながらコントロールしながらレイパークジュニアにポストアップですが、ダブルチーム中その裏ですが、キックアウト、佐藤拓磨のフリー、フランクス7秒、8秒、エサトンにアリウープ気味、ファールをもらいました。フリースロー2本です。大阪もこのオフェンスリズム良くなってきてますね。いや非常にいいですね。やはり絶対的にインサイドアウト、インサイドアウトを、ね、徹底している今のチームスタイルがいいですね。先ほどの大阪ロングの動きを止めたという形になりました。おお、そこが見えてる、さすがですね。今日も視野が広い。そうするとやはりパス1個でズレができますからね。今の木下選手のワイドオープンは素晴らしいですね。ファル始まりました。名古屋のオフェンスで始まっています。斉藤からフランクスコーナースリー、今叩き上げた後半のスリーポイント、一発目から来ましたね。大阪のインサイドの強みを増してきている中、フランクスでエサトンに通った、ね、このデュオもね、ノルウェーズのデュオもね、最強ですからね。本当は中から押していく自分で、いやダメだった。これはここで使うか、奪っていた、ね、あうまくいってますよね。あ奪ったぞ、名古屋が奪った。最後はパークスジュニア得点です。攻撃ということになります。時間を使って斉藤を攻めてきます。外振った中東ディープスリー、はい、まあ、今のもね、あの斉藤武美のねペイントアタックから、はい、中から外に来たボールをディープスリーでしたけど、斉藤スピードに乗っていく。今度は逆に攻守の切り替えが早い名古屋、6番の菊池。さあ斉藤スキップパスオープンな状態です。これはファールになってボールを持ったのは狩俣。さあ速攻、パークスジュニアが手を伸ばす、奪い返した。またオープンな状態、パークスジュニア。斉藤からこちらがジョシュア・スミス、いきなりジョシュア・スミスとパーキンズがマッチアップです。須田雄太郎、斉藤、 松本が追いかける。スミスに通った。ただもうあとやっぱり1秒ぐらい早く飛ばしたいですよね。浮かせたボール佐藤に通る。逆にね、今みたいに名古屋はそのミスマッチ、パークスジュニア、斉藤ミスマッチ、スピードのミスマッチ、これをついてくるか。ついてきた、外に振る須田がスリーポイント。これを決められるんですよね。残り第3クォーター1分、斉藤小針がぴったりついています。これが渡るフランクス、ツーショットです。ダブルチームでいく、ダブルチームでいく。そうですね、形としてはね、名古屋は打ちたい形だったのでね、はい、浮かせたボールフランクスです。
いや今のもね斉藤よく見てますよね、ゴール下まで。さあ動いてくる斉藤は誰に送る、入りましたね、あ佐藤だ、同点どうだ、入りましたね、入りました、いやいいセット決めてきましたまあおそらくですけど、さあ今出てきました、まあね、レフェリーが出てきました、ターンオーバーだ、チャンスですね、さあ斉藤逆転狙うか、スリーポイントでの逆転を狙う、2点リード名古屋、リバウンド中東です、リバウンドは名古屋がいいですね、そして江里ゴール下、エヴァンスに体を当てて得点にしています、スリーポイント、そのタッチ続いているか、斉藤からスミスへゴール下、名誉が手を伸ばしていますがファールになりました、そのままシュートを放っていきましたが落ちます、そして走っている名古屋、須田のスリーポイント、トランジションスリー決まりました、名古屋です、マーフィー、マーフィーのアタック、ここは阻んだ中東のブロックでした、須田早いタイミングでスリーを打つ、決まる、仕掛けていこうというところ、広島が守りました、ただ斉藤手を伸ばす、一つの隙も許されません、エサトンにボールを通して、素晴らしいですね、今ハリマンの穴を通すような、カップを使いながら斉藤、菊池ゆっくりと放ったスリーポイント、さあ残り 8.6 秒からのスタートです、斉藤から中に入れたスミス、もったいない得点でしたね、さあ斉藤、目の前にはメイヨ、コーナーへレイバックスジュニア、スリーポイント、ちょっと最後を守りたいですね、はい、さあこの速い展開、ジェルでハンザの体を寄せる、しかし見事なパス、エハトンのスリー、斉藤も見事、今のも斉藤選手、スターティングメンバーがこのセカンド2クォーターにまた戻ってくるというのはすごく強みですよね、はい、あれ佐藤、ここは中をかいくぐってレイアップまで行きました、このハンナリーズ、片岡アリーナでもスリーポイントを決めて場内沸きました、前節大阪ホームゲームでスリーポイントも決めた、うん、ここも鮮やかなパス、さらにエサトン、まあ、京原選手得点がないのはああいうところでやっぱりしっかりパスをさばいているので、あのシュートに行く機会がないんですよね、エサトン中打った打とうと思ったら打てるんですけど、ですよね、岡田もその状態ですが、さあここはもう一度斉藤です、エサトンがピックアンドロールもらってアリフレー、これは名古屋ドルファミ巻きます、ゴールしたスミス合いませんがつなぐ、レイパックスジュニアワイドオープンのスリーポイント、リングに当たって斉藤が取りました、こうなるとスミス強い、前半は怪我人も多くあって前田がかなり長い間戦列を離れましたが、その前田も戻ってきました、青木もコンディションが悪い状態、そしてスミスがイージーに決める、ノールックのパス、中東完全にワイドオープンでした、渋田とのマッチアップ追いかけていきます、千葉渋田、スミスインサイド、ジャクソンがついていますが、今のも斉藤選手のこれだけ重いスミスですが、スリーポイント初めて落としました、そして速いトランディション、ミスマッチをつくエンドワン、斉藤選手誰を使うか、あこのパスもすごいパスだ、そしてレイパーストジュニア、しびれる今のパス、そしてこれも落ちて、ダブルチームをかいくぐり、ここでターンオーバーもらって佐藤、ピックアンドロールもらってのエサトンダンク、昨日もありましたがこの2人のコンビでのダンクを決めています、エンドラインからのスローインからのリスタートで斉藤もらってエサトン、今日は4分の4だ、5分の5、今のも名古屋のポゼッションもらってからのスリーポイントシュート、あーこれを決めてきました菊池です、京都はスローインになったのでここでディフェンスをマンツーマンに変えましたね、バウンスパスもらって中東、パークスジュニアもらった、エサトンゴールした時ディアロがついていました、キックアウトパス、スミスここでもらうエンドマンです。はい。あ、来ましたよ。あと落ちています。
これはため息でしょうか。この名古屋アウトナンバーですね。おっとファールがありました。お大丈夫かな。うん、秋田いいですね、プレッシャーが。それをかわして斉藤、パスが通った。エサコンです。斉藤ショットクロック10秒切りましたが、スリー決めてきました。今日4本、4の4ですよ。須田選手ですか、はい、いや佐藤から斉藤、ファイトをパスしてエサトン、うん、パスが通って、さあどうだ、これがこちらいいスペースからこう自分で行くスピードに乗った瞬間、はい、こう寄ってパスしますよね、はいはい、そこに座りつつスピードを上げた瞬間、はい、ザク選手が寄って、うん、その時にはい、落ち着けっていうことでしょうね。ここをこう一瞬ずれた瞬間にアリウープパスですよね、はいはい、見事ですね、はい、斉藤からのエサ飛んで、この古川パスして、うん、これは繋がりません。さあ、どうだ、佐藤パスが通ってレイパークス、スリー、ちょっと気をつけたいところですが、斉藤中にパス通って名古屋ボールでの再開です。で、打ってきました。お、決めた。スリーポイント。斉藤。さあ、これまたスリーはどうだ、決めてきました。レイパックス。はい、ノーファールで行きたいところですが。あ、スリーどうだ。あ、決めた。2本目。いいですね。須田選手。エサとこれで10点目です。中に入らせないまま最後はエサトンです。サイトよりババぴったりついている。フックの形でスミス選手に、さあスミスは2人で守りますが、ツーショット獲得です。はい、今スペインピックとですね、ピックアンドロールのプレッシャーをかける、はい、前からプレッシャーを入れてきますね。粘った、早い段が取って佐藤です。これは大きいです。一気に10、まずは斉藤がゆっくりと運びます。安藤誠也はアンダーでディフェンスで守ります。まずはジョシュア・スミスにボール入ってかわしながらしっかり決めていきました。今日注目のジョシュア・スミス最初の得点です。もう一度もうダブルチームでいきます。谷山ケビンから回して安藤誠也、フローター決まりました。この辺をどういう風に調整していくかですかね。あの失礼しました。一方名古屋のオフェンスはいかがでしょう。今のようにジョシュア・スミス選手が出ている時間帯、ピックアンドロール、斉藤スピードのミスマッチ、ジョシュア・スミスが来た。ツーポイントシュート短い、素晴らしいローテーションでした。いいディフェンスでした。名古屋が守りました。足を滑らせたところかわしていってレイパックスに上がって、これもびっくりしたですね。ちょっと安藤がバランスを崩したところでしたから、斉藤はしっかりかわしました。オフェンスリバウンドの信頼もありますよね。スミス取った、決めた。名古屋が最後のワンポゼッションで逆転です。逆に名古屋としますと一つここでまた高い策を見つけたいですね。そうですね、ノルフです。
スアレスに対してスリーを打つのか。斉藤からよく決めた。佐藤が決めます。ここまで広島11点のランです。ロングパス佐藤に通った。ファールをもらってツーショット。斉藤から須田飛ばして2本目来るか。来た。さすがですね。後半どのようなパフォーマンスを見せるのか。いきなりボールを奪った。そして佐藤に託す。名古屋の形ですね。来ましたね。リバウンド名古屋。ここはよく見た。よく走った。斉藤を拾ってから佐藤へ渡すまで早かったですね。早かった。エサトンという5人。名古屋斉藤に入れた。時間は使いたくない。佐藤の3決まってます。さあ名古屋斉藤がスピードを上げる。もう一度佐藤に託した。今度も来る。広島はチームファウル4つとなっています。残り第1クォーター6分55秒。ソアレス3。いや柔らかく決めてきました。来ましたね。さてやってますね。斉藤佐藤にボール通した。ゴールした。うまくためを作って決めました佐藤です。はい、広島はそこをどういったところで得点を取っていきたいのか、まあ、そういったところを明確にする必要があるかと思いますね。はい、斉藤を運んでゴールした。走り込んでいた中東。さあ57対49点差は8点。ソアレス3打ってきた。いやここもディープ3だったんですけれども、斉藤がボールを入れて試合再開。イエサトン、よくデザインされたプレーですね。はい、いやこれ見てみましょう。素晴らしいデザインですよ、はい、本当に。最後エヴァンスついてくるんですが、はい、エサトンがいって、今度は渋田がつきます。そうですね、体を当てながら外へキックアウト。トアレス2本目。いいですね。佐藤がこのボールをつなぐ。もう一つ打たない。斉藤です。スミスゴール下。ゴール下近い位置でもらいまして、こうなるとスミス高確率。ただ今日はスリーポイントの高確率というのは京都がついていっています。先ほど斉藤距離惜しかった。ソアレス戻ってきてスリーだ。ソアレスいいですね。本当にキストになります。再びもらった。佐藤勝負する。落ち着いてましたね。ラストポジションとなるかという名古屋斉藤です。コーナーで待っていた須田でした。あここは難なく決めてきます。さすが須田。斉藤エサトンがここからドライブ決めていった。ピックアンドロール。ソアレスです。エサトンが入っていますが、ソアレスを使った。ソアレスの3ポイント連発の名古屋。名古屋らしくなってきました。両チームともにファーストバスケットはまだ来ていません。中に入っていきます。キックアウトしてコーナーから須田雄太郎。どうでしょう。来ました。いいキックアウトでしたね。はい、中東右コーナーからの3ポイント。そしてハイポストで持ちます。吉田スミス、レイパークス、伊藤を出し抜いて、そしてコーナーから張本。チップしたりとか、そういうところは結構ポジション稼いでるので、そしてこのスリーポイントが高確率で決まれば、本当名古屋のペースだなっていう感じ。伊藤選手にスミス選手がついてましたね。スキップパスから張本2本目。どうでしょう。来ました。ジョシュア・スミスから斉藤匠対宇都直樹。もう一度スミスパワーでいった。止めればいいですよね。ここもタフショットになってリバウンドスミス、プッシュをする斉藤匠からキックアウト。坂本のスリーどうか。来ました。からエサトン真ん中割ってきた。コーナーで須田雄太郎のスリーをどうか。リバウンドポイントガード同士のスリー合いでした。ソアレスがいた。こちらをスリー決めてきます。
てもいいショットですね。フリーは作りました。ここはトランジションで打ってきました。中東リバウンド少し流れましたが拾いました。フォアです。そして佐藤拓磨のプッシュ決め切りました。斉藤拓磨にはアウト直し。須田シスリー渡るインサイド、エサトン高いところ。斉藤選手とエサトン選手はアウンの呼吸ですよね。アシストしましたね斉藤選手。藤本さんも期待されていましたね。ゲームもう僕プライベートでもよく知ってるので、ヒロ頑張ってほしいな。しかし早速決めてきました須田雄太郎です。浮かせたボール、スアレス今一瞬へそは見えていませんでしたでしょうか。日本の15得点、こちらもシーズンハイ更新しました野崎。そうですね、このキックアウト打たれてるんで、あそこはあんまり、いや、そのままアタックしていったが、キックアウトから津田飛ばして、佐藤拓磨、ワイドオープン。斉藤拓磨から津田、中に入っていきました、左手でのレイアップ。ハイポストで受けます。フローター、フォアレス、もうすでに2桁に乗っています。ミラー連続来るか。リバウンド、フォアレス、このスリーポイント、うわー、いやー、走っていました中東。斉藤拓磨からでした。まあ、またガルシアを今日注目に挙げていただきましたけれども、それがいない時のね、またこうディフェンス、オフェンスというところも注目になります。おー、うまく通してきましたね。うまいスクリーンプレーでした。よく見ていましたが、カリのこれは2です。ブロックがありました。ソアレス選手素晴らしい反応でしたね。いいブロックでした。ブラジル代表のプレイヤーになります。そして佐藤拓磨、バスケットカウントじゃないのかというアピール。スミスのスクリーン、中東から外、斉藤からスミス、よく見てます。それだけゴール下に入り込まれるとなかなかヘルプに行くのは難しいですよね。そしてここはターンオーバーになりました。佐賀今日初めてのターンオーバー。そしてクイックでスリーを打ってきた。もう少しいいチャンスは作れましたけれども、いいオフェンスだと思います。はい、ここもノーマー、外できますがレイパーク、今日2本目です。流れをつかむような後半の立ち上がり。斉藤バックカット、パスをさばいてソアレス、来ました。スイッチしています。斉藤下がって須田のスリーポイント、取り返しましたね。今日4本目のスリーポイントになります。スミス、タコは上がってきましたがよく取りました。中を使ってくるアリウム、斉藤からソアレス、いいですね。このポジショニングがすごい落ち着いてますね。残りが1分になってきます。左へ打ってくる佐藤、ディフェンス、これゾーンですかね。おそらくその何かオフェンス指示があったと見越して、まずではなくその中でレイパークスジュニアのスリーポイント。張本から斉藤、そして張本のスリーポイント、スリーショットになります。そして三原がファール4つ目。ノールックで張本、奥を見ました。レイパークスジュニア、来た、三原打ってくる。ここは名古屋です。守りました名古屋。走っていた江戸琉球が今8点のランですが、名古屋ポゼッション、ショットクロック14秒。はい、名古屋慌てる必要ないですよ。いいシュート打ててます、ね、レイパークスバンクショット、エンドインバウンズからレイパークスジュニアの得点。いい入りをしています。ホームの琉球、エサトンへのパス通してきました。斉藤ナイスパスですね。ボール1個分でしたね。身長ありますからね。そうですね、サイズのミスマッチありますからね。その佐藤拓磨のスリーポイント、斉藤と荒川、エサトンのピックを使ってエサトンのアタック。さあ、これが名古屋のハイディフェンスです。はい、ガーラム冷静にキックアウト、
迷いましたね。迷いがありましたね。迷わせました名古屋のディフェンス。そしてエサトン、エサトン非常にこう目を引きましたね。はい、本当ですね。さあ2クォーター始まりました。ソアレスへのパス、やはり隙があると斉藤選手を4番ポジションにして、逆にここ勝負と見たか琉球はオンザコート3にしてきましたよ。リーピックです。有本の3ポイント来ました。ここなんですよね。デクローの3が決まって2点差。エサトン最高のアシスト、はい、さすが斉藤選手ですね。ここですね、もう牧選手もしっかりとついていって、最後ここかかってしまったところのボールを上に触れているので、リバウンドのところまでお互いここ気を引き締めるか、ね、あ、ソアレスの3ポイント。しかし牧のディフェンス、はい、もらった斉藤スキップパスで中東の3、連続3ポイント。名古屋ノーマークついてきましたね。超えます。スイッチですね。スタ左のコーナーからスリー決めた。中東、斉藤が走って前に出てきました。ピックアンドロール、エサトンいきなり決めてきました。ガック、ソアレス、スリー来た。かなりドルフィンとしてはヘンリーを警戒してましたね。バンスパスしてこれが入った。エサトン、もう一回セカンドチャンス、トラベリングっていう風にね言ってますね、ベンチ全員で。なかなかスリーを打たす展開に打たせてもらえない展開になっているドルフィンズ。エサトン当ててきました。ソアレス2ポイント、久しぶりに3ポイントです、ね、はい。さあオマラが入ってきての FE ですが、中東かわしてかわして、中東外で回してショットブロック6秒です。スミス、オマラリバウンド、ドフィンです。レイファックス3打つ、来ました。名古屋はドルフィンズはヘンリーを自由にさせてはいけないところです。さあここ来ました、エサトン、ここに渡して、エサトン、エサトン3を打つ。リーポイント大きな武器とする名古屋、第1クォーターは1本の抵抗にとどまりました。さあ第2クォーター、斉藤からソアレス、ソアレスも3ポイントがあります。これが決まりました。レイパーク、ソアレス、ソアレス対ハマー、戻った斉藤からラストパス、よく見ています。ボーナスショットが名古屋に与えられます。斉藤からパークジュニア、あー、これは名古屋ボールで再開です。レイパーズジュニア決めました。ここはうまくレパーズレイヤー始めてきた。よく見てましたね、パス出す方も受ける方もね。そして決めました。ゲールから得点、最後は菊池が決めました。ここはモリスがを使う、あーダブルチームだ、奪った、ソアレスのダンク。いやー、こういう風にね前半から徹底的にね、あーこれ打てる、スリーは決まった。いやー、そこを見逃さないですね斉藤選手も。そして斉藤からエサトン、斉藤がもらってエサトンへの合わせ、エサトン、このデュオもクリとフロントコートに入ります。斉藤、須田の45度は決まった。須田選手も止まらない。
斉藤松山ビフォードがスティックを受けました。津田のスリーキャリアハイが出ましたね。キャリアハイ更新のスリーポイント。津田がスクリーンをかけていくキックアウトしてレイパックスジュニアもらってスリーポイント。今日1発目から来ましたね。共にバチバチの戦いでした。須田は1本目来るか来ました。昨日の調子をそのまま引き継いでますね。今日の入りはね、ペサトンへの合わせ、ビフォードがブロックに行きましたが決まりました。ドルフィンズアリーナです。斉藤匠にビフォード、斉藤匠さあビフォードのファールになりました。斉藤からエパトン、エパトン倒されてツーショット。ファール、スリーポイント今度で12分の4という数字ですが得点は取っています。ただアテンプトを相当やっぱり打っているということになります。エパトン決めました。斉藤匠外に振ったコーナーでエサトンが待っていた。返してきてチャンス作ってますね、はい、スミスファウルがあった。フリースロー2本です。斉藤切り裂くロングツーエサトン、まあ、今シーズン 13.6 得点のアベレージがあります。菊池マナトのオープンスリー、それ以外の部分で何とかする必要があると思います。琉球は第3クォーターまででフィールドゴールが 37% とちょっと入ってきていません。外田、佐藤拓磨のスリーが来たオフェンスリバウンドの平均はリーグ1位の名古屋、2位の琉球。エサトン間割ってくる。そうですね、ノーマークのシュートを作り出してはいたので、それが入らなかっただけといった傾向もあったと思います、はい、須田雄太郎に対しては岸本が見ています。斉藤が出てきました。ハイピック、エサトンとのピックアンドロールからエサトンがアタック。斉藤を呼んだ。ショットクロック10秒。またここもサイトの壁使いながらソーレスが開きました。ソーレスのスリーキム・ソーレスにスコット・エサトンというオンザコート。サイト、岸村がついていく。サイト前へスペースがあった。1点差です。佐藤拓磨、エサトン、斉藤拓磨、ショットクロック5秒、4秒前、浮かせた、リュウク。斉藤拓磨、コントロールしなかった。ソワレスのスリー、下には井上、ミドルは打たせない。やはりマーク激しいですね、井上選手。覆面ゲーム、真ん中、エサトン、ダンクでまずはファーストバスケット。レイパークスジュニアウィングスリー、ここは来ますね。素晴らしいですね。リジェクトして隅田、スクープショットは落ちる。真ん中走ってましたね、エサトン。いやー、しっかりリングに向かって一直線に走りましたね、須田選手。素晴らしいリブランでした。しかし壊れたか。須田選手もうまくファールをせずに守りきりましたね。素晴らしかったです。もう構わず打ってきます。いや、素晴らしい。落ちても、はい、エサトンと斉藤でソアレスが寄ってきますが、今度は須田のアタックだ。ファールがありました。ここそして今ペイント内から右に移動、今度はソアレス移動して受けたスリーポイント。いい形ですね。須田選手がうまくおとりになるような形でですね、引きつけたところを須田、今度はアタックを選択。フローター、スカパエドワーケカウント。まあ、超えましたね、須田選手。会場は両チームの声援がすごいですね。中東から斉藤匠、バンプフェイクからノールックを渡したエサトン。ただこう3人がかりでしたが、その上からそうです、ハイポットでもってハレルソン、インサイド隅田とエサトンですが、外から打ってきました。そうです、スリーポイント。いいですね。ここも隅田とエサトンのところです。レイパークスジュニア、レイパークスジュニア選手こういうのが得意ですよね。